それでは、Twitter と Instagram で皆さんから募集した質問に答えていきたいと思います。はい、ですね、やはりね、皆さん僕がねコントロールいいと思ってくれてるんですかね。コントロールを良くする練習方法などっていう質問がねたくさん来ているので、これはちょっとまとめて、答えていきたいと思うんですけども、コントロール良くするためにしていたこと、これはね僕一人でもできると思うんですけど、まず壁当てを、僕はたくさんしました。でどこに投げるのかっていうことを、も、考えながら、していたんですけども、まあ子供であれば、多分、ね、10メーターぐらいでいいと思うんです。10メーターぐらいの距離で、なぜ10メーターかっていうと16メーターですよね、少年野球っていうのは。で16メーターで投げるより10メーターで投げる方がストライク入る気はすると思うんですよね。これは絶対そう思うと思うんですけど、その入るだろうっていう気持ちの中で投げ続けると感覚っていうものが必ず自分の中に染み込んでくると思うんです。なので近い距離で、ボールを投げる、壁当てをする、で狙ったとこに投げれる練習をする、これをまあ肩は消耗品って言われますけれども、何度も何度も反復練習すると、繰り返し練習をすると、必ずコントロールが良くなると思います。あとはただ単に壁当てをするんじゃなくて、常にイメージをする、頭でイメージしたことがしたことをどう体で表現するかだと思うので、必ずイメージをするということが、大切かなと思います。あとね、壁当てて言いましたけども、普段のキャッチボールからでも常にそれを意識して、していけば、ただ単に肩回しをしているキャッチボールなのか、しっかりと考えながら投げるキャッチボールなのかでは全然変わってくるので、頭で常にイメージをする、そして何度も何度も繰り返し練習をする、これがキャッチボール、コントロールが良くなる秘訣の、一つの、工夫の仕方かなと思います。